はい、それでは今日は、形見のというパズルの、遊び方について、お話をします。はい、形見のとは木でできた、こちらのブロック、これをペンタミノと呼びます。ペンタミノは、全部で12個あります。この12個のブロックを使ってこの3,4,5,6,7 うんうんと書いてあるところにストッパーを設けます。ストッパーを設けたこちら側のこれでいうと3マス3列のマス目を指定されたペンタミノを使って隙間なく埋めるというのが一番基本的な遊び方となります。ではルールブックに沿って遊んでいきたいと思います。はい、まずは3列の A という問題をやっていきたいと思います。3列の A はまずオレンジのペンタミノ、そして焦げ茶、そして緑色、これを使いたいと思います。やってみます。はい、マス目が全部埋まりました。次に A ができたので今度は B に挑戦していきたいと思います。 B は黄色、ピンク、紫、この3つを使います。はい、できました。このように3列のところが一番優しい難易度となります。この3が全部クリアできたとしたら今度はこの4列に挑戦していきます。その時にはこのバーをスライドしてこのマス目を増やしていきます。マス目が増えれば増えるほど難易度は高くなります。では4の A をやってみます。オレンジ、焦げ茶、緑、ピンク、できません。できません。はい、4の A が、できませんでした。で、これができるまで、発想力そして、忍耐力を養いながらどんどんこれできるマスを増やしていくというようなパズルとなります。はい、先ほどご紹介した一番基本的な遊び方以外にもこのペンタミノ、この木のブロックを用いて積み木をしたりするしても遊べます。娘がまだ小さい頃はこのように積み木をして遊ぶことが多かったです。ブロックの形がそれぞれ違いますので積み木をするときもバランス感覚が問われます。はい、それ以外の遊び方として例えばルールブックにこのような模様を作りなさいというようなページがあります。それをもとにこの
模様を作ってみよう、何秒でできるかなというふうに競い合うこともできます。一度この模様を作ってみたいと思います。はい、できました。これを違う角度から作ってみたりとか、そうすることで少し違う頭を使うこともできます。